どうもたまたまどうも100日間生きたワニカエル役の山田裕貴です、今日はですね6月6日カエルの日ということでこの公式ツイッターですか、映画オリジナルキャラのカエルについてスペシャル動画を公開してくれるそうなんです、原作の100日後に死ぬワニこう悲しみから、新たな出会いによってこうやってまた新たにみんながこう目を背けていた事柄だったり感情だったりにもう一回向き合ってそれをちゃんと背負って前に進んでいくっていうその作品のストーリーがですねすごく本当に胸に刺さりました、アフレコをした時もとにかくネズミくんの「なんだこいつ」って思われるようなキャラクターで登場しつつ、そんなカエルくんにもいろいろあるんだろうなと思わせつつとにかく声の仕事は本当に数少ないので、それだけが僕は試写見る前に不安でした。でもこう見てちょっと安心できたかなと、皆さんに自信を持ってこの作品お届けできると思います。これは監督が「どうもどうもどうも」ってちょっと言ってもらえますかって言って、普通に「どうも」っていうのもあれだなと思って思いついたリズム体ですだからアドリブで台本にないところでも「どうも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 」って言ってます。皆さんも是非使ってみてください。東宝さんのスタッフさんの間ではめちゃくちゃ流行ってるみたいです。100日間生きたワニは7月9日金曜日公開です、ぜひ見てください。そして本日公開カエルのスペシャル動画をどうぞ。どうも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 。お、うわーかっけえ、やべえ。バイク好きなの？はい、俺もバイカーなんすよ。今度の水曜休みっすよね。どっか遊び行きません？ゲーム買ったんすけどうちでやりません？うちで。今度一緒にツーリング行きません？ねえ。え？あ、てかタメっすよね。タメ語でいい？いや、いや、ん？俺こっちにまだ友達いないのよ。仲良くしてくださいよ。あ、敬語になっちゃったなんだあいつ。今年も花見するっしょ。おっせえな。待ってりゃ来るか。あ、どこ行くん？ちょっと迎えに行くわ。俺の見とけ。大吉やったじゃん。なんて？素晴らしい一年になるでしょう。だって。あと100回はすすりに来ちゃうね。1000いくっしょ。先輩何かな。よかったらその自分と。おへた頑張れ少年。結婚式呼んでね。気早すぎだろ。ワニの過ごした100日とやっぱダメだ忘れらんねえな。それから100日後の新しい物語。じゃあ撮るよ100日間生きたワニ。